はいどうもです買い物大好きおやじでございます。今日はね、お休み、9月の16日、お休みだったんでね、ちょっと買い物行ってきました。今日はね、えー、近場のハードオフさんと、で、家を、うん、ちょっと行こうかなーと思って、顔出してきました。で、その後ね、ちょっと公園散歩しようかなーと思って、まあ、ハードオフメイクリーもね、ちょっとあれなんで、思ってたんですけども、まあ、 うん、そろそろハードオフを出て、そっちのね、まあ、公園というか、そっちの方面に向かおうかなと思ったら、何やらね、あのー、少し灰色の雲がね、こうかかってきていて、雨がね、ちょっとだけ降るんですよね。本当にね、あのー、フロントガラスをね、ちょ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 ,ちょ,っ,とちょっとね、つくぐらいなのよ。 うんまあ、夏じゃないんでね、一気にこう土砂降り的なことにはならないかなとも思ったんだけど、まあ、ちょっと降ってはまた太陽が出て、フロントガラスが乾く、そんなのが、ね、2回ぐらい続いたんですよね。き、まあ、今日お休みで、ねまあ、天気も良かったんで、ちょっと、ね、洗濯物をしてで、布団も久しぶりにちょっと干してたんで、 最悪洗濯物は濡れてもいいけど、布団濡れちゃうとちょっと寝れないなと思ったんで、一、まあ、回帰りました。うん、自宅の方にね、うん。ちょっと遠回りではあるんですけど、も気にしながらお散歩もできないんでね。で、まあ、1時間程度しか干せてなかったんだけど、まあ、しょうがないよね、うん。気になってそのままってわけにもいかないし、えー、雨が降ると、ね、困るのは自分なんで、まあ、1時間ほどでしか干せなかったんですけど、 まあお部屋にね、閉まって、で、それからね、お買い物、お買い物じゃない、えっと、お散歩、うん、行ってきました。まあ結局、結果論ではあるんですけども、そうなってくるとね、その後はね、もうカラーッと晴れてね、暑いぐらい、うん、雨がちょっとでもぱらつくなんてこともなかったんで、まあでもいいけどね、気にしないで散歩できたんでね、うん、そういう意味では楽しめたかなというふうに思っております。で、お散歩をね、結構がっつりしてから、まあお買い物、 うんと2店舗ぐらいかな。あ、ダイソーさんもね、ちょっとあの欲しいのがあって言ったのかな。まあ、買い物してきたんで、まあ、今日買ったもの、そしてここ最近でちょっと買ったんだけど紹介できてないもの、そういったものを、ね、紹介していこうと思います。まずねうんと、どうしようかな。これからいこうか。え先日ね、えー、ダイソーさんで買ったこの老眼鏡なんですけど、 仕事,まあ、事務仕事じゃないんでほとんど仕事で老眼鏡をかけることはないんですけども細かい文字を読んだりする時がありましてねちょっと会社にもうちょっと老眼鏡1個置いとこうかなと思ってでこれをね持,持ってってもよかったんだけどあのセンスがないなと思われるのが嫌だったんでじゃあどっちみちねあの自宅にも置いときたかったんでねセリアさんで、ね、前気になってたものがあったんでそっちをね購入してきました。 それがこっち。うん。これならもうそんな当たり障りもないようなさ。でもこれすごいね、使い勝手いいのよ。セリアさんの。うん。で、これをね、購入したんで、これをね、お仕事用でちょっと持っていこうかなと思ってます。100円。で、これね、ダイソーさんで、この間まあ買ったんだけど、えっと、スマホの保護フィルム、軽減フィルムって書いてますけどね。これをね、この間買って、もう貼ってあるんですけど、裏面のね、まあ、 あのー、保護シート保護フィルムがねちょっともうねボコボコになってきたんで <coughs> 新しいの貼ろうかなと思って長さ見たんだけどやっぱりちょうどいいサイズがなくてねもうしょうがないから同じもん買ったえー、っと5.5 <coughs> インチってことで液晶にはねちょうどはまるんだけど普通のやつよりちょっとサイズがちっちゃいのね えーと全部でね、3ミリ、10ミリぐらいは多分短いのよ。うん。まあ、だけど、全然貼ってないやつよりはいいかなと思って、一応ね、ちょっと購入してきました。はい。で、何行こうかな。見えてないやつから行こうか。これ、マルダイ食品さんのね、えー、燻製屋さんのホワイト。 こういったね、ちょっとホワイト系のソーセージ、私ね、結構好きだったりするんですけども、これね、お値段が、えー、50%オフでね、321円が50%オフで、まあ、160円ぐらいだったんでね、2袋ついて、うん、お弁当に入れてもいいですしね、購入してきました。熟成粗挽きポークということでね、うん。はい。そしてですね、あのー、キャベツ。 ちょっとお値段がね、最近上がってきて、一番高いところだともう2キュッパ。300円ぐらいしてるわ、1玉で。これはまだその中でもね、お安いスーパーがあったんで買,買いました。まあ、4分の1程度あれ,もあればいいかなと。うん。そういうところでね、ちょっと購入してきました。キャベツはもう何でも使えるんでね。で、えっとね、先日ね、焼肉をちょっと食べたいなと思って、まあぶ、お値段安いんで、豚焼肉でも食べたいなと思って、 まあ、しばらく焼肉食べたい日々が続いてて、えー、まあたれが安い時に買え食べようかなと思ったんだけどなかなかそういう時に限ってねたれって安く悩んないんだよでもういかんせんそろそろもうね焼肉が食べたくてしょうがなかったんでねもうどうせそんな安くないんであればちょっと普段買わないやつを買ってみようかなと思って今回これ牛角のね醤油ダレだれっていうのを買ってみました えー、税込みで200円ぐらいだから結構するんだけどね。税込み180円ぐらいだったかな。税込み200円ぐらいだと思う、確か。うん。いつもエバラさんの,あのい安いやつね。うん。昔はね、百円、セールだと100円とかでなってたんだけど、最近は安くても130円ぐらいかな。うん。まあエバラさんの焼肉のタレね、あの安くならなかったんで、うん。まあ、先ほども言いましたけど、どうせならね、普段食べないもので、牛角なんかもね、全然いってないんでね。 ちょっと牛角気分でも味わおうかなというところで、うん、購入してきました <laughs> そしてね私好きなね声優さんのいつもの野菜コロッケ2個入り94円税込みで100円かなうんもう毎回言ってるんでねごめんなさいねって感じなんでもう何がどうとかは言わないですうんこれを買ってきました何にして食べようかなっていうのはもうちょっとね まあそのままソースぶっかけて食べるのが結構好きは好きなんですけどね。で、次これいこうか。隠れてるんだね。はい。えー、日清さんのね、えー、日清シスコですね。えー、チョコフレーク。いろんなバージョン出るのよ。通常バージョン。あと、チョコがけがすごいバージョンとかね。キャラメルバージョンとか。で、フレークじゃないバージョンとかもあるんだけど、今回これ新しくね、初めて見たのよ。至福の贅沢カカオ。チョコたっぷり濃厚仕立て。えー、チョコがけ。 えー、チョコがけ量135%、うんえー、香り高きなんて書いてない香り高いエクアドル産加工2.5倍配合ってことでえー、っとねドラッグストアで確か買って結構安かったんだよねちょっとこれはねちょっと食べたいちょっと待って一回ここはちょっと開けてちょっと一回手を消毒してきます チョコの香りがね、素晴らしい。全然見えてないね。えっ、ー、と、あ、らえてきたね。うん、こういう感じでございます。どのぐらい入ってんだ、これ。えー、っと、うん、何グラムって書いてる ?63 グラムかな。はい。もうちょっとね、もうここ最近は、あの、あ、ダブル、 ってことで、ガーナとエクアドルって書いてるね、はい。ちょっとお箸で食べるね。あの、その時すぐ食べたい時はもうお箸で食べてる。なんかほら、3日ぐらい置けば、あの、大丈夫とかって言うから。ごめんなさいね、お箸でね。うん。美味しい。間違いないわ。 チョコフグーク大好きで、うーんとファンタメロンねなかなかスーパーで置いてないのようんセブンイレブンさん限定的なやつなんでセブンイレブンだと150円ぐらいするんで今はちょっと安いのよセブンイレブンさんも実はねうんであのヨークマートはあるんだけど ヨークマートによってあるお店とないお店があって私がい,くいつも行くところはないのね。うん。で、今回入ってて税込み129円。うん。今、あのコンビニでも129円で買えるんだけど、またそのセールが終わっちゃうとね、コンビニは149円かなんかに戻っちゃうのね。まあ、たまたま見つけて、まあ、好きなんで購入してきました。はい。で、パスコの長熟。サンドイッチ用のパンね。えー 割引シールがいっぱい貼られてて、まあ、109円ぐらいまで下がってたんでねあでも税込みで117円かうんそこまでお,お得感はないのかなまあこういうのが安い時にちょっと買ってサンドイッチでも食べようかなと思ってでハムサンド食べようかなと思ってたんだけど、ね、ハム買ってくるの忘れちゃった、まあ、ハムじゃなくてもいいんだけどねいつももう大体このサンドイッチ用のパンって割引になって,たな,ってなかったりするから 通常のね、耳付きの食パンを買ってっていうことがすごい多いんだけど、たまたま安かったので購入しました。まあ、近いうちにね、ハムが安ければハムサンド作って食べようかなというふうに思っております。はい、定番のね、えー、伊藤園さんの1日分の野菜。そして、声優さんのね、はい、これ結構おいしいのよ、白かりんとね。これがね、安かったの。うん、74円、税込み79円ってことで。 まあ例えば100円ぐらいなんだけどね。で、これはね、あのー、セブン‐イレブンのヨークマートさんで買ったね、さつまいもけんぴ。たまにね、なんか欲しい芋だとかさ、このけんぴとかさ、食べたくなるよね。うん、私も食べたくなって購入しました。で、これもらった、パーえっと、パートさんなんですけどな、夏はね、梨園のお手伝いするパートさん。 新港梨。うん。新港っていうあた、あのー、品種の梨をね、1個だけどう、ってことでいただきました。先日ね、お誕生日プレゼントあげたんで、そのお返しだと思うんですけどね、まあ、ありがとうございますということで。この後食べていこうと思います。そしてね、こちら、私大好き、レディー・ボーデンです。もうね、ハーゲンダッツよりね、レディー・ボーデン派です。まあ、前回もね、もう、去年、一昨年ぐらいになるかな。うん。299円で安かったんでね、購入してきました。 はいそして会社のお,しと会しお仕事のドリンク用にドトールのカフェオレでこれ結構私大好きなねウィルキンソンのマスカット炭酸水ですねでこれねこれが2つがちょっと良かったから買ってきたえー、これはハウスなんだねまああのカリアカレーカリアカレーカリアカレーですねはいえー 260円が80円引き小盛りサイズで4袋入りってことでねうん 46244624?44161、まあ、袋40何円ぐらいかなえー、っとこれがね 150g ってことなんだけどうん、まあ、150g ムたらそこそこあるよね しかもこれさもう最近お,お得なレンチンもできるだって、うん、ちょっと食べたい時とかあるじゃんそういう時にいいなと思ってね安かったんで買ってきましたこれ5個ぐらいあった最近こんなの初めて見たでもう1個これ今のと一緒でヨークマートさんなんだけどビーフカレー辛口3袋入り300円が100円引きってことだったのでね3721 まあ、68円とかそのぐらいならいいかなと思って購入しました。こちらも今はね、レンチンでもできるようになってるんで、お買い得かなと思って購入しました。これも SB さんが作ってるやつなんでね、うん、それなりの安定感はあ,あると思います。まあ、食べたことあるのよ。まあ、それなりに美味しい。めっちゃめちゃ美味しいってわけじゃないけど、カレーをね、十分に味わうことはできます。というわけでね、以上の購入品紹介になります。結構いろん、 いののいいもののが買買えたたかなな個人的にには満足のお買い物になりました、えー、ご視聴の方ありがとうございました。またね、何か買い物したりとか、食べる動画なんかもね、撮っていこうと思いますので、よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。